イスマイール・ハニーヤはパレスチナの政治家。現在、ハマースの指導者。2006年1月25日のパレスチナ立法、評議会選挙で、ハマースが大賞を収めたことに伴い、3月29日に首相に就任した。2007年2月15日に、 ハマースとファタハの連立を実現するために辞任し、3月18日に連立内閣の首相に就任した。6月11日、ハマースはガザ地区を占拠して、ハマースとファタハの内部構想は内戦化した。6月14日、アッパース大統領はハニーヤ首相を解任し、ハマースを排除した、ファタハ主導の政権を樹立したが、ハニーヤは解任を拒否。 ハニーヤ内閣こそパレスチナの政党政府であるとして2014年6月2日に統一政権が発足するまでガザ地区において首相として独自の行政を行った。日本の報道では彼の名はハニヤと表記されることも多い。ハニーヤはガザのアチャーティ難民キャンプで生まれた。ハニーヤの両親は第一次中東戦争で 現在のイスラエルはシュケロンにあった家を失い難民となった。ハニーヤは1987年にガザイスラーム大学をアラビア文学の学位を取って卒業した。1989年から3年間のイスラエル政府による投獄の後、1992年にレバノンに退去させられた。1年後、ハニーヤは ガザに戻り、イスラム大学の学部長に任命された。ハマースの精神的指導者であるアフマドヤーシーンが1997年に釈放されると、ハニーヤはその事務所の責任者に指名された。ハニーヤは、イスラエル市民への攻撃に加担していると断定され、イスラエル軍から狙われることとなった。2003年に、エルサレムで自爆攻撃が発生し、 イスラエル空軍によるハマースの指導者排除を試みた攻撃でハニーヤは手を負傷した。アルイコールアクサインティファーダの間にイスラエル治安部隊が多くのハマース指導者を暗殺していったためまた彼にはヤーシーンとのつながりがあったためにハニーヤのハマース内での地位は強くなっていった。2005年12月ハニーヤは パレスチナ評議会選挙でのハマースの名簿1位に選ばれた。2006年2月16日、ハマースはパレスチナの首相としてハニーヤを推薦した。6月30日、イスラエル政府はハマース過激派が拘束しているイスラエル兵士ギラド・シャリーとを危害を加えずに解放しなければハニーヤを暗殺すると表明した。それを受けて、 ハニーヤを含むハマースのガザ地区の政治指導者は、次々と身を隠した。10月の初め、ハニーヤは、彼がイスラエルを認めていないと発言した。10月20日、ファタハとハマースの派閥闘,闘争を終結させる、協定締結の前夜に、ハニーヤの部隊が、ガザで放火を浴び、車の一台に火を放たれた。ハニーヤは、この攻撃では負傷しなかった。 ハマースの情報筋はこれは暗殺の試みではないと述べ、自治政府筋はこの攻撃はハマースとの衝突で死んだファタハのメンバーの親族によるものだと述べた。12月14日、ハニーヤはラファフの検問所でエジプトからガザへの国境通過を拒否された。その国境検問所はイスラエル国防省アミール・ペレツの命令で EU の監視要員に閉鎖された。 ハニーヤは首相として初の公式訪問を終えてガザに戻るところだった。ハニーヤはこの時国外からの実政府への寄付金として推定3000万ドルを所持していたと伝えられる。イスラエル政府はその寄付金を持ち込まないという条件でハニーヤが国境を通過することを許可すると発表した。そうすればその寄付金はアラブ連盟のエジプトにある。 銀行口座に移送されることになったと報道は伝えている。その後、ハマースの戦闘員とパレスチナ大統領警護隊との銃撃戦が発生した。検問所を運営していた EU の監視員たちは無事に避難させられた。その後、ハニーヤが国境を通過しようと試みた際、銃火の交換によってボディーガードの一人が死亡し、ハニーヤの長男が負傷した。 ハマースはこの事件をファタハによるハニーヤの殺人未遂だと非難し、西岸地区とガザでのファタハとの銃撃戦を鼓舞した。ハニーヤは、彼は、誰が犯人なのか知っているものの名指しはせず、パレスチナ人の団結を訴えた、と伝えられる。その後、エジプトがこの状況の仲介を申し出た。2011年のエジプト革命で、親イスラエルのムバーラク体制が崩壊し、 翌2012年6月には、ハマースの母体でもある、ムスリム同胞団出身のムハンマド・ムルシーが、大統領に就任した。これを受けて、同年7月26日、ハニーヤはエジプトを訪問、ムルシー大統領と会談した。2012年9月1日、ガザ・ハマース政府の内閣改造を行い、財務大臣を含む7人の新任の大臣を任命した。 10月23日、2007年のハマースによるガザ制圧以後外国の元首として初めてガザ地区を訪問したカタールのハマド・ビンハリーファ・アル・サーニー首長と会談した。ハマド首長はガザ再建のために多額の支援を行うことを表明した。2014年、西岸政府との分裂状態が解消し、同年6月2日、 統一暫定政権が発足。首相はハニーヤではなく、西岸政府側のラーミー・ハムダラーがついた。2017年5月6日に開催された、マジュリス・アルシューラーにて新指導者に選出された。2018年1月31日には、アメリカ政府によって、テロリスト指定を受け、アメリカ国内にある資産の凍結やアメリカの個人、企業との取引を禁じられた。 2006年の評議会選挙でのハマースの勝利を受けて、イスラエルは、自治政府に対する、事実上の経済制裁を含む一連の懲罰措置の、実施を決定した。イスラエル首相代理エフードオルメルトはイスラエルが、パレスチナ自治政府の代理で徴収している税金のうち、月5000万ドル以上は、自治政府に引き渡さないと発表した。ハニーヤは、この、 イスラエルのパレスチナに対する制裁措置に対して、ハマースは武装解除も、イスラエルを承認することもないと述べ、これを跳ねつけた。ハニーヤは、イスラエルは、パレスチナ人が表明した、民主主義に対して異なる対応を取るべきだったと述べ、ハマースが、この制裁措置に甘んじて従わなければならないことを、悔やんだ。ハマースをテロ組織とみなすアメリカ政府は、 パレスチナ自治政府への海外からの助成金のうち、まだ消費されていない5000万ドルを合衆国に返却するよう要求し、パレスチナ経済省、マゼンソノクロットはこれに同意した。アメリカと EU からの助成金を失い、ハニーヤは、欧米はいつもその寄付をパレスチナ人に圧力をかけるために利用すると発言した。日本語、英語。ありがとうございます。